ホンダワラは、滑走綱ホンダワラかホンダワラ族の海藻の一種で、ある。同じ、ホンダワラ科には、ひじきや赤木が挙げられる。古くは、ナノリソとも呼ばれた。柔軟室で、ハワヒシン型をしており、切れ込みを持つ点が特徴である。楕円や、東乱系の気泡を有することにより、海水中で浮力を得て、流れもとなる。古くから肥料、飾り物として用いられていた。 また、食用としての利用もされてきた経緯があり、日本では酢の物や味噌汁の具などとして利用される場合もある。バイオマスエタノールの生産の原料として、ホンダワラを使用する構想が存在する。これが実現すれば、燃料の使用によって起きている、地球大気中の二酸化炭素の濃度増加を防ぐ効果の、他に、不栄養化した海洋の浄化にも貢献できると期待されている。 また、ホンダワラは食用海藻であるとはいえ、砂糖キビやトウモロコシなどを原料として作るバイオマスエタノールと比べて陸上の農地を必要としないことから食料生産との競合の回避につながると考えられている。なお、この他にホンダワラと同様の効果が期待できるバイオマスエタノールの原料としては青さが挙げられる。ホンダワラの故障の名の理想は 和歌の中で名乗りそのを名や名乗るにかかる助手とされた。ありがとうございます。